on, let's rock! Counter! あれ、どうだろうな。おお。さあ、ボブさんのチーム、旦那様チーム、ちょっと劣勢だったみたいですが、しっかり勝ち上がってるみたいですね。え、ということはうちか、やべえな、終わった。はい、A バンダイチーム名なし、スケスレイヤーゴドルフィンメイフィシーディズイチーム対イグザードで消されたキャラ、カズキディズイガクロボダークジャボイさん、うるせえうるさいテレサが帰ってきた。さあ、カズキさんのディズイ対スケさんのスレイヤーですか。マイケフェイントから中段 2K2 敗したビッグマッパー、これね、もうレバー勝ちはできないんですよね、よろけ。うわー、めっちゃこっち来た、 FB 強え。なんかスレイヤーやっぱおかしくね、やっぱネオシとかそういうあれじゃない、おかしいよな、狂ってるよ、なんかコンボがおかしいって、なんかバスケのピボットみたいな感じで軸足だけ動かしてなんかコンボしてるみたいな、軸足だけ動かさないでかな、ポンポンポンみたいな。いや、ロッケやばいよやっぱ2K2 敗しかし、うん、やっぱね、まあ、今だからこのこそ言えるコメントではあるけど、俺もうずっと AC からのスレイヤーおかしいと思ってたんだよねけど本番めっちゃ面白いですからね。あー DOD ジョニオさん見るキャラ全部おかしいよ、狂ってるって言ってる、まあ狂ってるねメインのジャン S ジャン K からレスティブで残り体力全部消された時、あの中防止になりうつってはぁって言っちゃったよねここは、あ、ごめん、その数字さ、ここに書いてってくんね。あ、そのプラス3とか、あ、違う、A、B、C、ここにプラス3、プラス3と書いてるから、そこに書いてって。さあ、出てくるのはダークジャムおじさん。さあ、ダークジャムおじさんのね、うぜえ、うるせえ、うるせえ。テレサがいるだけでなんかもうね、体感温度ガンガン上がります。なんだこのキャラ、やべえな、やっぱ。うぜえ。嘘、超人前、はい、投げ無敵、コッパンで返してフェイント飛んでいる、キャップじゃあ千里前、はい、あーカウンターヒット、テレサのこの強い、結構重い前ビー捉えて激凛から、あやばいかもこれ、マスター当たんないけ、当たる、うおー、はい、体感速度やばいですね、バーストしたと思ったら中段食らってたみたいな まあ一時期ミカドの玄関マットとか言ってましたけどね、こんなん玄関マットだったら誰もねまたげませんよ。さあ、久しぶりのゴドルフィンメイ、対するはテレサ・ジャム。テレサの近距離の受け止めはですね、マイハイスラーですね、マイハイスラーが投げ無敵なんですが、その投げに対しての暴れに対した捕虫事故にというね、
こっち仕込んでから投げてくるんでね、かなりきついですね。メインもなんかやばいですね。まあ見てるのと実際対戦するのは全然違いましたね。早すぎました。イグザードが頭にあるんでスタンプとかもうちょっと余裕を持ってガードできるかなと思ったらもうすぐ落ちるんですね。ストーンってやばいっす。やべえな、なんかテレサがなんかとりあえずあの巨体を左右にガチャガチャ揺らしてるとメイが吹っ飛んでるみたいな、恐ろしいです。なんかテレサがガチャガチャって体が動くとメイが吹っ飛んでるんですけど、ふぅテレサ勝てんか。あれこれちょっとテレサまずいです。あ、いや全然まずくなさそうだ。こっからいつもセットプレー。ただゴルフィンさんかなりね、あの防御もうまい、そして投げに対しての反応、お前現役じゃねえかよ。お前知らないふりすんなよ、ふざけて。あーしゃあやばい激怒しましたよテレサ今。ふざけんなよ、そんな技知らねえよとかでも叫ぼうかというね勢いでしたが、お前このゲームやってるだろうと。ちょっとランクとしてお前の方のキャラの方がふざけんなよだよ。あー出し切った。うわバス打たない、成長していない。やばいっすねこれ。キッシーさんのディズイを残した状態でゴドルフィンさんのメイン。さあ前回までであればガクさんも現役だったんですが、現在ガクさんはイグザードでシンを使っております。となってくるとちょっときついかもしれませんね。あそうだ、前回覇者元チームメイトか。さあガクさん大丈夫でしょうか。いまだにドラクエ10のバージョンアップするよと、いつの話なんですか。さあ動きを取り戻せているか、ガクロボ対ゴドルフィンメイ。さあ展開早すぎる。うわジャンハイスレジャスタンプヒットいいんです。マイピー5でバースト戻ってきて2K ヒット中段から立ち系から大きい攻め。さあファジージャンプしたが垂直投げガードするか中段レスベこれが強力立ち合いすら一本選手ゴドルフィンメイ展開が早すぎる。立ち系禁止マイピー、ここはバーストマイピーの上半身無敵。燃えてしまった、熱管理がやはり難しい。コパン立ち合いすら足払い早い早いミサイル重ねてこれでトングル。うわ一番やべえなやっぱこれ、何ガードされても乗りつくじゃね。空中くらい逃げスタンプアウト飛んでいる、素晴らしい。勝利点割り込んでいく、テレサが元気になっていく。なんつった行っちゃう行っちゃうって、あかん。あーどうしかし今回がダメだし、コンボを食らってしまっている。ゲージは溜まったか、ジャンパイスラー。これでロボが状況よりですね。しかし早い展開ですが、すかさの前にて、えそうだったっけ、そのあー辛すぎる。最後は熱暴走で倒れたところにしっかり通常攻撃刺さって勝ったゴドルフィンメイ3盾で、あ3体じゃない勝利ですね。テレサが泣いている。強いですね